大合流は試練の香り。指摘のハンター、ちょっとそこのあなた、代わりに、ちょっと用事ができちゃった。私の代わりにこのクエストを引き受けてくれないかしら。ティガレックス希少種の狩猟するクエストなど、インテリジェンスで駆け出して。ちなみに、私の用事ってのは授業参観みたいなものね。なんだろう、弟子の初仕事の方が大事なんだな。もらえるもんはもらっとこう。さて行きますよ。いいや、普通に行こう。ノリを狙うのは基本よっ。まず一発、どうせ怒るまで。で、登れん。一回目乗るのまでは行っときたいな。よし、ん、乗れてない。回った。怒ってないときはやっぱゆっくりだな。はっ、遠いわ。やっぱでかいっていうのはもうそれだけで強いんで。壊される、壊される、壊される前に乗っとこう。ほら、ほんとハンマーのジャンプ攻撃は範囲狭えな。ああ壊されちゃった。上から行くと叩きにくいんだよ。このティガの暴れっぷり、体がでかいから移動距離がパネーゼと思ったけど、画面端ぐらいにしか行かなかった。とりあえず1回目のノリでダメージを一辺ピオは持ってきておきたいな。ずれてる。そろそろだろう。ちょっと落とし物だけください、お願いします。あ、ダメかも。大丈夫だ。よし、貯めるぜ。前だな、前。後ろ、ケツの方に、ケツの方に。いい位置か、いい位置か、まあいい位置だ。うん、大丈夫。あ、そっち。よし、バックジャンプ。あー、変な角が飛んでしまった。よっ、連続、結構なダメージ。トン、あぶね。両方沈んじゃったか。こっちかな。おーい、これ無理だね。うわ、爆風の風つら。踊りになっとってもらおう。乗るか。これが
エドが狙われてんの。怒り収まったか。収まってねえな。はい、お、噛んだな、さっき。お、罠罠。罠に誘導しよう。てかなんでこんな画面端に貼るんだよ。勘弁してくれよ。下手すらこれ当たっても俺食らうぞ。あ、ゆっくりになった。よし、硬くなってる。まあこの状態だと走ったらボケるから。さすがに無理か。ダッシュしろよ、普通のダッシュ。よし、これでこける。あー、回るやつだ。まあ少しの間バテてるだろう。これはこけないから嫌なんだよ。普通に来いよ。バテ終わった？終わってるし。ああ、もうなんでさっきそれしないんだよ。よし、間に合った。おお、振り向け。怒ったか。よし、ダイダウン。乗りきためとくかなと思ったら乗れた。それは高級耳栓の俺には効かない。あー、これ使っちゃいそうだな、こかしたタイミングで。よし、ちょうどずれてる。爪破壊だったな多分。頭に行くな。落とし物3つ目が見える。よし、おお、びっくりした。まだ頭も壊れてない。早っ、ナイスヒルミ。やばい、ここはあかん。恐るべし。あ、やばっ。調べたいな。こっちかい。こっちかな。大丈夫だな。とりあえずスタミナ回復。これじゃないな。あ、あかん気がする。あ、よかった。来てる来てる来てる。おう、ノリグレード。あ、これ今ちょっとやばいで。武器片付けとこ、早めに。
グレード。勘弁してください。これじゃねえな。とあ、俺だ。ですよね。ちょっとでも殴っとくか。バテたか。乗り攻撃。バテてる。もう一発ぐらい。こけろこけろこけろよ。横移動したらこけんのにな。尻尾回しかなんかするのかと思ったらそれかよ。全然カーブしねえしこいつ。まだ治ってねえな。やばいやばい。全然よだれ終わってる。乗れるかな。怒った。回る。よし、乗ったろ。もうこかす。頭が爪壊しとくか。来てる。飲みたかったな。あぶねえ。はっ、無理だな。たわせん。回避性能なしでも抜けれるのかな。どのタイミングで標的変えてんだこいつ。引かれた。エドが引かれた。とあ、全然パーツも壊れないし。さあこけねえかな。こけねえな。これはかわせんやつ。よ、緊急回避。これは大丈夫だな。本当使おうかな。さすがにこんなんばっかされたら
まだ来るね、まだ来るね、跳ねられるね。分かってた。まあ怒りは収まったようで何より。よし、足元の方がまだ安全。硬い、壊れろ。よし、やっと爪が壊れた。頭も壊れたな。研いどきたい。よし、足元に。もう割とダメージはいってると思うんだよ。怖い怖い怖い。回るやつだ。直しとこうとりあえず。もう一回来る可能性あるよ。ほらね、スタンプ置いとこう。ケツの後ろ、ケツの後ろ。回るやつ。ケツ殴られたら回るのやめてくれよ。よっ、あー危ない。この振り向き攻撃も結構な範囲。あ、やべ、あの角度向けられたら絶対合わせねえ。まあそういう、そうならない立ち回りが大事なんだけど。この爆粉もめんどくせえ。攻撃のチャンスが少ねえ。横で合わせるだろ。もう一点来るよね。それはこれで回避。まだ来たー。何回行くんだよお前。やばいやばい、飛躍。緊急回避用の飛躍使わされてしまったぜ。ノリを狙った方がいいかもしれない。ほら、バテてるのにな。全然走ってこけてくんねんだもんこいつ。今度こそいけたんじゃね。でターゲットを変えようとし、ない。全然ダメだよ。走らせて、走れよ。
ああ終わった。乗れるか。ああなんか変な状況で食らった。ほんとこ。ナイス。ああ当たんね。怒るとすぐにこうなるんだよ。乗れる、乗れん。寝転がっとこう。もうちょいこっち来てほしいな。ちょっと届かんな。あ、乗ったわけじゃないのか。いいわ、ここで乗ろう。ハンマー短け。ちょうどいいぐらい。いるんだ。前、あ、前足のおかげで助かった。時々あんだよこれ。前足の方が圧倒的にダメージ少ないからな。乗ったろ。大暴れ。もう気にすんだ。よし、やっと終わった。んと暴れすぎだよ。ジョーリン、ジョーリン、爆詰め、爆詰め、ロックなもん出ねえな、ほんと。すっげえ武器問いだし、すっげえ時間かかった。回復薬も結構飲まされちゃったな。このデコボコのせいでこうストンって落ちて攻撃できないというか。報酬はなかなかの多さ。まあもらっとくか。もういらんない。お、2文字。上位なのに2文字もらえるとは。あんたなら余裕っすね。しんどかったよ、さすがに。お、すっごい増えてる。まあまずは報告から。ありがとう、クリアしてくれたのね。と、大型モンスターは勝った？
ん、こんなものね、師っていうのは、うん、弟子はいるの、師匠は、そうなのね。こいつの分完了かな。なくした、忘れた、参ったぞ。我らの旦那さんとは手を貸してくれ。新装備の設計図。より強いモンスターと渡り合えるようにとある装備の設計を改良したらしくてな。3枚の設計図を渡されたんだ。どこにもない。どっか行っちまったんだ。人の姉さんに頼んで1枚目を見つけてもらったんだ。つい最近アルセルタサフが住み着いたとかで G1 許可書がなければ。村クエにも G クエ来んのか。8年に1回ぐらいだ。人ランサー、奇妙な報告。キャラバン隊がモンスターに襲われるという報告なんだ。ただの一人もいない。これ大名槌だな。ガンナーの力が必要だろう。そこにはいないと笑っていた。天を仰ぐ大ぐらい。よし、大変にゃ。すんごい二人組。地獄から来た、地獄から来た男、スパイダーマン。あ、ナナ、ラオシャンロン、アシュ、ゲリオス。G1 許可書なら大丈夫。なんだ、ナナとラオが来んのかと思ったらそうじゃないのか。看板娘、自分でそう決めた。この手紙は取り上げてください。読まないで、全部白状します。役立てないかなと。超メモ帳、王立学術院のナンバー5。ほう、こんなお返事が。足りぬものが多すぎましょう。最低あと数体の研究対象がなければお預かりできません。一人の人間として依頼したいく。開け方の女王。さあ、いろいろ出たような感じだぞ。一気に出たな。天を仰ぐ大ぐらい。ジョーさんだ。祈願の方だね。あ、レイヤー希少種。ハンマーだと頭叩けねえから辛いんだよな。爆弾使うかな。で、アルセルタス、アシュ。これは G 級っつってたな。ゲリオス、1頭。これも G だったな。一気に増えたね。